ジェームズ・ワズワース。ジェームズ・サミュエル・ワズワース。A. ジェームズ・サミュエル・ワズワース。1807年10月30日から1864年5月8日は、アメリカ合衆国の慈善事業家、政治家であり、南北戦争では、北軍の将軍だった。1864年5月のアラノの戦いで、戦死した。ワズワースは、 ニューヨーク州西部のリビングストン郡ジェネシオで裕福な両親のもとに生まれた。父のジェームズ・ワズワースは州内でも最大の工作知資産の一つを所有するものであり、息子のワズワースはそれを承継する責任を満たすように育てられた。ハーバード大学とイエール大学の双方で学び、法律を勉強して法廷弁護士として認められたが、法律実務に入る意図はなかった。 ワズワースはその加算を運営することで人生の大半を過ごした。1834年にフィラデルフィア出身のメアリー・クレーグ・ウォートンと結婚した時にジェネシオにトフォードハウスを建てた。ワズワースはノブレス・オブリージュ、高貴なる者の,の義務という感覚から事前事業家になり民主党員としてまず政界に入ったが、その後自由土地と創設者の一人となり、 それが1856年に共和党と合流した。1861年、戦争を回避するために北部と南部の恩恵派が非公式に集まったワシントン平和協議会委員となった。しかし、戦争が避けられなくなった後は志願兵になろうと考えた。南北戦争が始まった時、バズワースは全く軍隊経験がなかったが、1861年5月に、 ニューヨーク州民兵隊の少将に任官された。7月8日の第一次ブルランの戦いの時は、アービン・マクドウェル少将の市民参加副官として使えた。マクドウェルはワズワースを指揮官に推薦し、8月9日に巡将に指名された。10月3日にポトマック軍、マクドウェル師団で第二旅団長となった。その後、1862年3月17日まで、 オトマック軍第1軍団第3師団の第2、旅団長だった。3月17日から9月7日まで、ワズワースは、ワシントン DC の軍事蓄積機関となった。ジョージ・マクレラン少将の半島方面作戦を、準備する間、マクレランが、バージニア半島に大部隊を連れて行く戦なので、首都を守るには、兵士が足りないと、エイブラハム・リンカーン大統領に苦情を言った。リンカーンが、 マクレランの作戦を取り消し、一個軍団全体をワシントン防衛に当てたので、マクレランとワズワースの間には気まずい感情が生まれた。ワズワースは、マクレランの軍隊で従軍する見込みがなかったので、ニューヨーク知事選で反戦を歌う民主党の、ホレイショシーモアにこうする候補者になることを認めていたが、軍隊の現役任務から去ることを辞退し、選挙は落選した。マクレランが、 ポトマック軍を去った後、かつ北軍がフレデリックスバーグの戦いで大敗を、喫した後で、第二軍団、第二師団長に昇進したジョン・ギボン順将に代わって、ワズワースは1862年12月27日に、第一軍団第一師団長に指名された。ワズワースは1863年6月15日まで、この師団を指揮したが、1月と3月に合計で、 薬等科という短期間だけ第一軍団を指揮することがあった。ワズワースは、隊員の福祉面をよく面倒見て、食事や宿舎が適切であるように確保することに努力したので新しい手段では広く尊敬された。またワズワースが、北軍に大変傾倒しており、快適な生活を捨てて、報酬の引き合わない軍隊に使えるとを選んだので、隊員は関心してもいた。 ワーズワースとその志願は1863年5月のチャンセラーズビルの戦いで最初の試練を受けた。フレデリックスバーグより下流でラッパハノックマを渡るミサオ軍でためらいがちに出発したためにこの戦闘ではほとんどを戦することなく終わってしまった。ゲティスバーグの戦いでの功績はかなり内容のあるものになった。1863年7月1日。 ジョンカイ・レーノルズ少将の第一軍団の前衛として場に到着し、その朝と午後は圧倒的な南軍による攻撃の矛先に耐えた。その部隊は西と北からの攻撃に耐えることができ、街の南にある高地を十分な部隊が確保する時間的余裕を作り出し、結果的に戦いに勝利した。しかし、ワズワースの師団がその夜ゲティスバーグの街を抜けて、 セメタリーヒルに撤退した時までに、師団の損失率は50%以上に達した。その師団は、この損失にもかかわらず、2日目には、カルプスヒルの一部の防衛を任された。第12軍団の大半が、軍隊の左側面に行くように命令された時、ワズワースは、カルプスヒル頂上を守っている、ジョージ・エス・グリーン巡将の旅団の支援に三個連隊を派遣した。 1> 第1軍団は、ゲティスバーグでの損失が激しかったために、ポトマック軍が1864年3月に再編された時、残っていた連隊は他の軍団に分散された。ワズワースは8ヶ月間の休暇の大半を使って、ミシシッピ川流域の有色人部隊を検査した後、第5軍団第4師団長に指名された。この師団は元引いていた師団の部隊と、以前は、 アブナーダブルデー少将が率いていた部隊で構成されていた。このことは、バズワースの同僚の多くが軍隊再編時に任官もないままにされるか、あるいは小さな他の場所での任務に送られたことでも、ゲティスバーグでの功績を評価されたということがわかる。1864年のユリシーズ・グラント中将によるオーバーランド方面作戦の開始時点にあたるアラノの戦いで、バズワースは、 カバヌは、ウォーレン少将の大悟訓断でその師団を率いた。この日、ワズワースは、グラント軍の師団長では、最年長の56歳であり、次に来る者よりも9歳年長だった。5月5日、ワズワースは反転して、北軍陣地の左翼を守るよう命令された。しかし、荒野の深い下矢部の中で方向を見失い北に、さまよい出て、 突然の激しい攻撃にその部隊側面をさらしてしまい、ワズワース師団の次に来ていた師団にも同じことが起こってしまった。ワズワースは5月6日に配下の損傷を受けていない日個旅団、もう一つの旅団はその左手で北軍部隊と衝突してしまいついて来られなかったを展開させようとしている時に後頭部を撃たれて致命傷を負った。ワズワースは落馬し、 その手段を追撃していた南軍兵に捕らえられた。ワズワースは南軍の野戦病院で2日後に死んだ。ワズワースの義理の息子、モンゴメリー・ハリソン・リッチーが南軍のキャンプに行ってその以外を引き取ってきた。ワズワースが負傷する前の日に少々に昇進していたが、この任命は取り消され、その代わりにゲティスバーグとアラノデの功績で、1864年5月6日付で、 少々に名誉昇進した。ワズワースの遺外は、ジェネシオに戻され、そこのテンプルヒル墓地に埋葬された。モンゴメリー・リッチーは、ギフが死んだ数週間後に戦闘中にかかった病気で、死んだ。サウスダコタ州のワズワーストリでは1864年に、ワズワースにちなんで名付けられた。ニューヨーク港の防衛拠点の一つ、スタテン島のワズワーストリでも同様である。それは、 ベラザノナローズブリッジの陰にある。ワズワースの息子、ジェームズ・ウォルコット・ワズワース・シニア、および孫のジェームズ・ウォルコット・ワズワース・ジュニアは、ニューヨーク州の成功した、政治家になった。娘のコーネリア・アズワース・リッチー・アデア、1837年から1921年は、アイルランドのドニゴール州にあるグレンビーグ城、および、テキサス州。 パンハンドルの大 JA 牧場の女主人として著名に行った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。